ヒプアニピクチャードラマシークレットエイリアンズ編。やあみんな、我々はシークレットエイリアンズだ。今日はみんなと俺たちで一緒に盛り上がっていこう。あ、誰だ、シークレットエイリアンズを知らないなんて言ってるやつは。くっちます。誰もそんなこと言ってないでしょ。みんなに我々のことを知ってもらうために自己紹介をしたいところだが。ならちょうどいい。視聴者からお便りが来てるぜ。ほう、じゃ早速読んでくれ。シークレットエイリアンズさんへ質問です。シークレットエイリアンズさんは人助けをしているそうですが、どんな活動をしていますか？それからシークレットエイリアンズさんは恐竜は好きですか？ちなみに俺はティラノサウルスが大好きです。その手紙絶対あんたが書いたでしょ。では我々でどんな活動をしているか再現してみよう。ドルルドルルル、なぜコント風？しかし、あのダーティードッグの4人が手を組むことはもうねえのか？うん、どうだろう。あるかもしれないし、ないかもしれない。なあ、せっかくだし、今あいつらが揃ったらどんな話をするのか、俺たちで妄想してみようぜ。 TDD あるある劇場。ここは都内のとある餃子屋。今すべての因縁を消し去るために、山田一郎、青棺様時、雨村ラムダ、神宮寺ジャクライの4人がここに顔を揃えたのであった。今日はみんなで仲良しになるために一緒にご飯を食べるよ。なんで餃子なんだよ。ここのパーティー餃子はいろいろな味があってすっごく美味しいんだ。ちなみに餃子の餃って漢字は僕の名字と同じ雨って意味があるんだよ。いらねえんだよそんなうんちく。何か企みがあるような気がしますね。企みなんてないない。ほら、ジャクライには僕が取ってあげるよ。まあここは受け取っておきましょうか。だいたいどうして俺様がこんな野郎と一緒に飯食わなきゃならねえんだ。こんな野郎ってのは俺のことか。そらこっちのセリフだぜ。まあまあ二人とも落ち着いて。そうだよ、ここはまず餃子を食べて、本当に美味しいんだから。まあ二人が言うなら。お、この餃子ニンニクが効いてて熱々だぜ。こっちのチーズ餃子はもちもちだぜ。このニラ餃子はホクホクだぜ。こっちのエビ餃子はプリプリだぜ。さまとき、てめえの食いっぷりには負けるつもりはねえ。あ、俺様が負けるわけねえだろうが。